なんか今日は遅れて、なんか電車が遅れて人がいっぱいいたんで、ちょっと歩きましょうみたいな。いや、歩いて歩きましょう。今日はなんか話したくなったっていうのはあれですかね。いや、今日の報告ですけど、今日なんか昨日頑張りすぎて、またちょっと首のとこが赤くなって、ちょっと残りの今月分まだインクが残ってんで、アーカイブ印刷しようと思ったけど、ちょっと首のとこがまた昨日頑張りすぎて赤くなったんで、ちょっとやめました。寝てました。ということで、今日は残りの資料と北大とかの資料と、あとブックオフ、新宿のブックオフに行って、エクスペリアと iPhone4G となんかの3冊やりました。 Mac ファンっていうのがありましたけどね、中川翔子さんと藤原さんとかの、あれもまた買いましょう。それでやったぜ、ロッテリアでコーヒー買いました、シルクで。それで終わったぜ。なんか、僕の、ワンセグのなんかアンテナで、なんか昔テレビでやってた、新宿2丁目のゲーバーの、なんか沖縄の自衛隊の人で、なんか新宿2丁目のゲーバーの人を思い出した方いると思うんですけど、僕も、たまたまですけど、一回見ただけですけど、あの人印象的だったんです。ゲーバーなんかテルミンとかいう、僕知りませんけど、なんか占いかなんか、あれで犯人探すとか方向決めるみたいなありましたけどね。なんかあの人を思い出すんだなという。あの方どう、元気でしょうかね。ゲーバーヒゲガールズとかなんか新宿で見ましたけどね、歌舞伎町の前にいましたけど、家がある。まあ、僕もですね、あれで、僕もあんな、なんか東京でもう何も信じられなくなった感じって、僕もある、僕もあの感じありましてね、なんか何を信じていいかわからなくなって、なんかテルミンに頼る、なんか占いに頼るみたいなの、昔僕も、浪人の頃にあったなって思いまして、なんかこう歩きながら、なんかやたら思い出話を話す。僕の場合、なんかストップウォッチ、時計ですよ。僕時計をカシオの、まあ、安いストップウォッチ付きの時計っていうのを持ってたんですよ。あの時浪人の頃あれやしてて、なんかそれでなんか長屋でしてると、なんか行き詰まってきてですね、もう自分は何をやればいいんだろうと思って、ストップウォッチでなんか決めてたことはありますけどね。偶数が出れば右に進んで、この角をクロスロードじゃないですけど、ミスターチルドレンのクロスロードじゃない、偶数が出ればこの角を右に回って、奇数が出れば左に曲がろうって、こんなもう自分でも決めれないぐらいの迷いというか、迷いがありました、人生で。ストップウォッチを持って腕につけて、で偶数が出たら右に行って、奇数が出たら左に曲がるって、こんな時期がありましたね。まあ、結局時計が壊れて終わったんですけど、まあ、それぐらいこの東京でなんか生きていくのは難しいみたいなのがありますよね。わかりませんけどね。なんかゲーバーの方もなんか、また立ち直って頑張ってほしいと思いますけど、なんかそういうのを思い出して、だからワンセグのアンテナを、ワンセグってなんか携帯でも昔からやってましたよね。今でも見ようと思えば、でもあんまり見てる人はあんまり見たことないんです。
そうでもないですからね。ワンセグウォッチもアップルウォッチで機能を突き出せばできるんでしょう。しかしあのワンセグの本ってありますけど、ハトリーさんっていうのが、ハトリー先生が書いてますけど、なんか重要そうですね。まあ今日僕なんか文章疲れたんで文章でも書こうか。あの小さいカードを、小さいカードを1枚で1マス埋めるんです。あ、思いついたこと。それで書いていこうかなと思ったんですけど、やっぱあれを動画に撮った方がいいなと。別に決して真似なんかしなくていいです。あれオリジナリティです。あれ、ね、まああのまあこれを見てるか見てないかは全然わかりませんけどね。もうなんかこう歩くとちょっと疲れるなと思って疲れてまた明日。なんか今8日連続ぐらい出てます。出てますけど、まあ当たり前ですから、まあ、出るのが遅かったら6時ぐらいですか。またネクタイが締めた、ピンクの。なんか今日はカバンが違いますけど、これリサイクルしてもらったんです。シェスナブのちょっとファスナーと 中の。あ、そうだ、今日行きにあれですよ、カバンの手の部分が壊れたんですよね。で急いでカバン見つけたら、これシスナムの誰かがリサイクル室に捨てていたやつ、なんとかなんとか、よく昔はもらっていたという。ちょっとファスナーが壊れてます。中央のなんか教授の柳井先生ですか、あの人みたいなのがいるからいいなと。あの柳井先生もなんかシスナブの自治の委員になってて、なんか地元のあの教授なのになんかシスナブの委員になって、なんか小さい活動してますけどね。まあお会いしたことないですけどね。まあみんなそれぐらい結構、まああの中央の教授レベルだともっといい家住めると思うんですけどね。まあなんか好きで住んでるじゃないです、まあ、僕も好きですけど、でも僕もし今度なんか大量なんか100億ぐらいも100億ぐらいもしあったら、池袋にビル建てたいなって。ちょっと親が透析なんでね、病院の近くにビル、家買いたいなと思う。ちょっと親を、父親の病気が見捨てられないという、わかりませんけどね、仮病かもしれません。病院の近くに、あの、純九郎の近くあたりに透析の病院があるんですけど、あの辺に行ける、いつでも病院に行けるように。東大病院とかそういうのやってないですかね。親の介護が大変だって。介護、まだ介、いや、やっぱ介護レベルかもしれませんね。介護保険。介護、要介護認定を受けました。まあ、こんなこと言うと、あの、親が、あれの、遠いとこ住んでる人、嫌でしょうか。